はですね、高齢者の住まいですね、これも本当にいろんな種類があって、皆さん分かんないようになってますので、見ていただければなというふうに思います。まずシニア高齢者の賃貸の現実ということで、シニアになるとですね、賃貸の物件借りれなくなるんですね。で、なぜかっていうと、この3つの理由ですね、孤独死のリスクがある。あと、家賃の滞納リスク、年金収入だけになりますね、家賃の滞納リスク。で、3つ目が一番多いのかなと思うんですけど、将来、認知症になってしまって、火の不始末とかがあってしまって、それで、家事とか起こされたら困るよっていうオーナーさんがいらっしゃるので、やっぱこう、シニア借りにくいという状況になってます。で、こういうような状況があるので、国は、さっき高齢者の賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅って話ありましたけども、こういうことがあって、シニアの方が、一般賃貸借りにくいので、高齢者住宅っていうのができたということになります。で、実際こう介護施設ってどのくらいあるかっていうと、いろんな種類があるんですね。見てもらうだけでも皆さんこうわーっと思っちゃうかもしれないんですけども、まずですね、左側に介護保険、今3施設かでも4施設ですね、すみません、4施設なんですけども、介護保険の4施設があります。特養とか、2番目の介護老人老健とか、皆さん聞き覚えがあるような施設があるかなと思います。で、左下の方はですね、公的な定額施設で、ケアハウスとか聞いたことあると思うんですけども、そういうところも安く利用できますよという形になります。で、右側の民間が運営しているところ、で、依頼したのが地域独自の取り組みなんですけども、実際ここで赤字になっているところなんかがやっぱ数が多いですよね。見ていただくと、特養が56万人、老健が36万人、で、グループホーム21万人、有老人ホーム50万人、社交住が23万戸ってなってますから、やはりこの赤いところが実際の選択肢になってくると思うんですね。なので、実際に高齢者住まいを探そうっていうと、この5つから探すようなことが多いかなというふうに思います。で、ここはですね、簡単にこういっぱい施設あって、その養子縁とか どのくらいの人が利用するのっていうのをまとめたやつなので、後で見てもらえばいいかなと思います。例えば特別養護老人ホームとかはやっぱ介護度が重たい方、今要介護3からしかこう申し込みできないので右下の方になってますとか、こういうような図になっております。こちらはですね、今見てもらった住まいによって部屋の広さとか、あと法律とか、あとですね、どういう対応ができるかとかっていうのが全部違うんですね。なので、この表ちょっと細かいんですけれども、ちょっと今日ここ解説割愛したいと思うんですけども、本当にその施設によって全然要件違うよと。例えばグループホームだったら養子縁2からじゃないと入れないよとか、本当に細かい決まりありますので、こういうのは別途見てもらえばなというふうに思います。はい、あと特養ですね、ちょっと1つさっきの赤字のところは解説したいと思うんですけど、特養別養護老人ホームですね、こちらで1個覚えておいていただきたいのは、安く利用できるんですけれども、申し込み順じゃないということですね。こう真ん中に書いてあります、優先順位の高い人ということで、やはりこう申し込みした人から入れるわけではなくって、優先順位が高い方、例えば介護度が高い、要介護が4よりも5の方で、家族と同居されているよりは一人暮らしの方、お金がある方よりもない方って形で、やっぱ優先順位が高い方から、入居できるような決まりになってますので、そこのところを覚えていただければなというふうに思います。ただ、特養も、安いってイメージあると思いますけれども、結構、それはあれですね、住民税の非課税の人とかで割引が効いてて安く利用できてたケースがあったんですけど、そこはちょっと法律改正で、預貯金が1000万以上あると割引効かないよとかっていうふうになってきまして、昔は本当に10万切るような料金で特養利用できてたんですけど、その預貯金とか1000万円あるよとかっていう方になりますと、もう割引効きませんので、やっぱ15万ぐらいかかっちゃうんですね。そうすると、民間の施設とあんまり変わらなくなってきてますんで、結構特養も今値段高いのかなというふうに思います。で、グループホームですね、こちらはですね、認知症、軽度の認知症の方が入る施設で、養子縁2からになるんですけれども、こちらはどっちかっていうと、認知症っていうと、もう体元気で、多分認知症だとやっぱ介護必要になりますので、そういう方が入る施設になります。本当に認知症ってね、こう進行しないためには、生活ね、できることは自分でやるってことは大事になりますので、こういうグループホームっていう環境が合うのかもしれないです。グループホームそんな高くないんですね。一時金とか高額に取りませんので、認知症になって、なったよとか認知症の診断出たよっていう方は、検討される方が多いので結構人気があるような形になっております。あと、有料老人ホームですね。こちらは、皆さんがイメージしているような老人ホームなんですけども、特徴としては一時金があるというところですね。ただ、先ほど最初に冒頭に申したように、一時金がゼロの施設もありますんで、本当にいろんな施設の種類ありますんで、いろいろ探していただくと、料金の手頃のところもありますんで、高いよってイメージはまず捨てていただいて、ちょっと見ていただければなというふうに思います。で、ちょっと今日詳しく解説しないですけど、有料老人ホームも実は介護付きと住宅型って2種類分かれてるんですね。なので、それによっても種類違いますので、そういうところも見ていただければなというふうに思います。はい。
そうですね、サービス付き高齢者向け住宅、これがさっきのですね、シニアの方が賃貸借りなくなったので、こういう高齢者向けの賃貸住宅できましたよという制度で、これは2012年にできた制度ですか、2012年にできましたんで、まだ10年ぐらいの制度なんですね。なので皆さん全然こう認知じゃないかなと思うんですけども、こういう、国がまあ高齢者専用の賃貸のマンションを整備して、作ってますよという形になります。下の月額料金のイメージ書いてあるんですけども、一般のマンションに入るよりもやっぱ 4,5 万ぐらい高いイメージですね。ちょっとそのサービス支援費って形でちょっとその見守りのサービスなんかがついたりしてますんで、まあ、ちょっと高くなるようなイメージになります。ただこういうのがあるので、まだお元気なアクティブシニアの方なんかはこういうところ利用された方も多いかなというふうに思います。はい、でこれが業界最大手のところですね。これ損保さん、損保ケアさんってところをやってる施設なんですけれども、本当に見てもらうと左高地なんですけれども、本当に普通のマンションと同じようなイメージですよね。お風呂があって、トイレがあって、キッチンがあって、で、まあ、ワンルーム。普通のマンションと違うのは、真ん中にありますように、ベッドの横にナースコールのボタンみたいなのがあると。そこでまあ緊急時に、そこでボタンを押せば、すぐヘルパーさん来てくれるよとかっていう体制になっているのと、あと左上にあるように、このマンションなんですけど、マンションの中に食堂があるんですね。なので、自分で料理しなくても、食事サービス頼めば食事が出てくるよと。あとはですね、このマンション内にヘルパーさんの待機所なんかがありますんで、普通のマンションよりは、こう、介護が必要になった時に、ヘルパーさんの介護を受けやすいよという環境にあるということですね。でこれさっきのは業界1位で、ここ業界2位なんですけど、ここ学研さんがやってるところなんですけど、学研さんの施設なんかは本当にこう介護っぽい施設もあるんですね。その A タイプなんか本当に部屋にお風呂ないんで、本当に左高寿って言うんですけども、どっちかというと介護向けの左高寿だったりとかしますんで、本当にこう左高寿って言っても分かりにくい、正直分かりにくいような状況になってます。D タイプの部屋なんかは、右下の D タイプですね、こちらの部屋なんかは 1LDK の部屋になってまして、寝室とダイニングが分かれてますけれども、こちらの部屋なんか2人で夫婦で入ろうとすると50万ぐらいかかりますんで、なかなかやっぱこう一般の方は入れるような状況じゃないのかなというふうに思います。はい、でですね、実際ですね、今いろんな種類話しましたけれども、介護施設ってこう種類も複雑なんですけれども、運営している会社によっても全然違うんですね。これはちょっと3年前ぐらいのデータちょっと古いんですけれども、高齢者住宅新聞さんってところが出している、全国トップ30とかのトップ10を出してるんですけれども、1位が損保ケアさんっていうところなんですね。ここが今業界1位で、皆さんワタミの介護って覚えてますかね。ワタミさんなんかを買ったんですね。ワタミさんなんかを買収して、ワタミが持った老人ホームなんかも今経営しているということになりますね。ここは業界1位で、2位のベネッセさんなんかは、元から昔からベネッセさんという老人ホーム有名ですから、こういうところもあると、結構高級な老人ホームになります。で3位の日学館なんかも結構介護といえば日って感じですね。でさっき言った学研さんなんかが4位にあって、で6位の川島コーポレーションなんかはサニーライフっていうブランドでやってるんですけど、今テレビ CM バンバン売ってて、入居金ゼロで全部月額20万で入れますよとかっていうホームがあったりとか、本当に今この上位のところなんかは全国どこにもあると思います。他にはですね、このトップ30とかトップ10に載ってない施設でも、本当に地域で1棟2棟しかやってないの老人ホームもありますんで、そういうところいろいろ見てもらうのがいいのかなと思います。本当にこう運営してる会社によって、介護施設って全然、環境とかその雰囲気異なりますんで、種類の後にはこういう実際の運営してるところを見てもらって、雰囲気つかんでもらうのがいいのかなというふうに思います。